TBS ラジオ954玉結び午後1時になりました。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、赤江玉緒です。こんにちは、カンニング竹山です。さあ、玉結び今週も始まりました、はい、ちょっと筋肉痛ですね、赤江は。あれどうしたんですか、この週末。やはりね、皆さんもご覧になった方多いかと思いますが、サッカーの試合見ました。実家に帰って。実家に帰ってみたの？実家に帰って見てたんです。ちょうど実家に帰るタイミングがあって、はい、見てたんですけど、やっぱりこう何もしないで見るっていうのがね、何かじっとしていられない赤いとしては、腹筋しながら見てたんですよ。朝から。朝から。はい。なんかこれだけ一生懸命してる人がいるんだからと思って。そしたら結構今日来てますね。あ、そうですか。来てますよ。何回ぐらいやられたんですか？前半に、30回。間開けて、シュートのとことかね、その辺間開けて、またこう気が向いたら、だから、要所要所でやってたんで、結構来てますよ。何のためにというか、何かこう目標があるんですか？日本代表が頑張ってるから自分も腹筋やるという、ただそれで。割と人が運動してるのを見ると、やりたくなりませんか？ちょっとうずうずと。ああ、それ分かります、分かります。最近本当運動してないですけども、人がやってるのを見るとね、すぐやりたくなって。分かりますね。マラソン中継見た後とかにちょっと走ってみようかなと思ったりとか。そう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 。おもむろに実家のでかいテーブルに足を引っ掛けてね、ずっとやってたんですけれども。確かに僕もあれですね、ワールドカップ時期になって、そんなにサッカー、そんなに詳しいわけじゃなく、そんなにね、僕もやってるわけじゃないんですけど、ワールドカップの時期になって、なぜかしら、サッカーゲームをダウンロードしましたね。そうですよね。やりたいなっていう。そう、あと、昔ながらのアナログのサッカー版ゲームが実家にあるんですよ。人がこう立っててこう。ああ、引くやつね。引くやつ、棒を引いて、ボールでボール弾いて、あれをね、甥っ子とやり始めまして。で、こう、ひねらなきゃいけないちっちゃいから、もうなんかそれでこう、ちょっと指も、腱鞘炎っぽい。変な影響が出ておりますけれどもね。そうですか。昔関係ないですけど、今、野球の方は野球版ってあるじゃないですか。野球版ありましたね。野球版もね、結局たまにやりたくなるわけですよ、野球見てると。で、その昔ちょっと腸の病気で1週間入院した時がありまして、で、個室にしていただいたものですから、暇だなと。で、別に本当に渋滞みたいに寝てる感じじゃないんですよ。ただ、絶食をしなければいけないから、こう、隔離されただけなんで、暇だからどうするかってことで、後輩に、野球盤買ってこいよと。野球盤やろうぜって後輩が野球盤買ってきたんですけど、意外と野球盤がうるさくて、看護師さんに怒られるっていう。バチバチ言い出して。結構、あれね、意外とやってみると、静かなところでやるとうるさいんですよ。そうですね、カチャ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 言いますしね。看護師っていうのかな、今はね、その人に。ものすごいおばさん。なんか、狭い世界ですけど、結構盛り上がりますね。盛り上がるんですよ。やると。そしたらね、前でもはっきり覚えてますけど、ここは病院なんですからって怒られたことが。まっとうな怒られ方ですね。すいませんっていうのがありましたけどね。いやいやいや、まあ、見ましたね。はい。昨日、竹ロックフェスという。あ、そうですね、竹山さんの方。はい。もう目の前の赤坂ブリッツでやったんですけど、これも大成功でして。何が一番びっくりしたかって言ったら、入るとね、赤坂ブリッツ、ある程度でかいんですよ、ステージが。そこに、僕の似顔絵が入った、ロゴマークのやつが大きく貼られてるっていう。で、これはまずいことになったと。で、番組のフェスなんですけど、ちょっと待てよと、これもう俺の責任問題みたいになっちゃってると。やべえぞと、かなりのプレッシャーがあったんですけど、ロックとお笑いと、あとアイドルとかも。出て、うまい融合がね。そうそうそう、いろんなね、方が出ると。できまして。ほんで、新生かまってちゃんってバンドがいるんだけど、いきなりステージ来いって言われまして、のこくんから。で、よくわかんないけど、新生かまってちゃんと一緒にライブ立ちまして、で、どうすればいいかわかんないから、なんか、電子ドラムみたいなのがあったんですよ。それをポコポコ叩くっていうね。ポコ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 、ポコポコ言うんですけど、それずっと叩くっていうのがあって。で、その後、大月健二さんのバンドで、大月さんも上がってこいってなりまして。で、それが一番ね、感動したんですけど、大津健二さんのバンドと、俺一緒に、日本インド化計画とか、一緒に歌うっていう。いや、嬉しかったな。すごいです。ちょっと、なかなかできないことですね。なかなかできない。んで、もう、煽るわけですよ。もう、俺が、おいおいおいって言うと、もうそのオーディエンスたちも、おいおいおいってなるんですよ。気持ちよかったんじゃないですか、それは。気持ちいい。本当にロックミュージシャンになりたいと思いましたね。だってそこでボケなくていいわけですよ。まあそりゃそうですね。ボケとかいらないと思いますね。お前ら盛り上がってんのかいって、うわーって言うわけですよ。いやもうその反応がすごいでしょ。赤坂って言うだけでも。そうそうそう。うわーって。赤坂ブレッツァーズうわーっていうわけですよ。場所しか言ってないけどみたいなことありますもんね。だから俺はずっとそれでお客煽ってたんだけど、ずっと俺の心の中で実は何考えたかっていうと、もうこの姿をザキヤマに見られたくないと。ザキヤマとか有吉にこの姿をバレたくないと。もう何言われるか分かんないと。このね、もうまたザキヤマあたりにバレるとこれもう1時間以上説教になるから、竹山さんね、何度も言ってますけど、何を格好つけてるんですか。格好つけるからいつもダメなんじゃないですかみたいな。でもやっぱりこれは憧れますよね。いやでもかっこよかった。音楽ができる人のこうカリスマ的な引っ張っていく感じね。やっぱね。王健さんはね、やっぱベテランだけあって、うまいんですよ。その、お客さんを楽しませること、プラス、かっこいいこともやっぱロックだから入ってるんだけど、その両方がね、やっぱりうまいんですよ。あ、そうですか。もう会場全体を盛り上げる力、これがめちゃくちゃうまくて、で僕は上がってきても全然、僕に緊張感を与えない感じの教え方で、もうそれいかにも遅くに上がってこうやるわけですから、竹山さん音楽の素養はどうなんですか？いや俺は実は高校の時とかずっとバンドやってたもんで、そうなんだ、で赤坂ブリッツみたいなでっかい小屋はやったことないけど、目線は知ってるんですよ。それがねもうなんか久々に懐かしくて、ああやっぱりロックはいいなと。わ、すごいですね。あ、いや憧れるな、それは。いいですね。もう今からじゃ無理ですけどね。ねえ、音楽でなんかこう人をね、痺れさせる。一番痺れさせるっていうのかな。いや、こう影響を与えるね。そうそうそう。大鳥がね、後藤真理子っていうアーティストなんだけど。もうね、もうマリコがなんかすごい、楽しんでくれたからよかったんだけど、めちゃくちゃ乗っちゃってというか、もうパフォーマンスがすごくて、もういきなりダイブで飛び込むわけ。もうダイブで飛び込んで、もうずーっとさ、ダイブでお客の上でさ、もうゴロゴロ転がりながら歌うわけですよ。それちゃんとお客さんが受け止めてくれるんですか？ライブって、俺もこの間、ライブハウスで、タケロックフェス一回やった時に分かったのは、お客も一体化で、ちゃんとお客が、そのいやらしい感じで触るとかじゃなく、この子を、パフォーマンスを成立させるためにお客が全部支えるわけ。すごいね。そこ本当に信頼関係がないと。そうなのよ。なかなかね、飛び込めないですよね。そう、落ちないわけ、絶対に。ほんで、もうそれでもすごいシャウトしてすげえ盛り上がってんだけど、後藤真理子は、はじめさ、ライブが始まる前会うと、えらい単発にしてたわけ。だから髪切ったんだと思ってたわけ。で、本番始まると、カツラ被ってきたわけ。普通の赤井さんぐらいの髪型で、単発にしてるのは内緒なのかなとか思ってさ、でステージの別にカツラのことも何も言わないから、じゃ普段カツラかぶってやってるのかなと思ってたわけだから、ダイブですげえ盛り上がったらさ、後藤真理子さ急にカツラ投げ出しちゃってあれカツラいいんだってなって、で別にそれ隠してねえんだと、ですごいなんかもうすごいシャウトしてね、それですごい盛り上がってたんですけど。いやすごい、ね、私大学の時心理学やってたじゃないですか、心理学の授業の一環でですね、自分がまっすぐ立ってます、で後ろに何人か友達がいて、必ず支えるので、後ろを全く見ずに倒れてこいって言われるんですよ。あるある、そんなので、なんかそれをこうどのぐらいの高さまでこう耐えられるかみたいな、なんかいろいろ研究っていうか実験もしたんですけど、なかなか倒れられないですよ。後ろに人がいて受け止めてくれと分かってても。いやでめちゃくちゃやってたよ。スピーカーの上乗って、そっから下にさ、何メートルあるんだろう。2、3メートルあるのよ。まさかと思ったら、飛び込んだのよ。客に。プロレスですよ、もう。だからそれみんな客が受け止めるし。で、それでお客もうわー盛り上がってるし、すっごくいいフェスになったんですけど、一番笑っちゃったのはさ、今アイドル界もすごいことになってて、仮面女子とアップアップガールズで出てる。先週おっしゃってましたね。仮面女子もステージするわけですよ。それ見てたんだけど、これも新しい技でさ、ダイブじゃないんだけど、お客の上にゴムボートが出てくるわけ。ね。で、ゴムボートをお客が支えるわけよ。で、その上に仮面女子の子が一人乗って、ゴムボートを動かしていくわけよ、お客が。それは楽しいじゃないですか。いや、だからもうなんか、なかなかアイドルも進化してんなと。それは気持ちいいでしょうね。気持ちいいでしょうな、ああいうのは。人間の本当のウェーブに乗っていく波。本当のウェーブに乗っていくんですよ。いやそういうことになってて。一体感を今求めてるのかしらね。いや、そうかもしれない。このサッカーの応援の仕方すごいじゃないですか。そうね。渋谷行ってみたいな。一つになってね。ハイタッチとか、あんなの、私が子供の頃なかったですよね。なかった。ああいうもの。ああいうものね。何かだから熱くなりたいんじゃないの、若い子は。すごいですよね。だからロックをさ、王健さんとかのバンドを見る人は、アイドルがやってる時はみんな後ろの方にいるわけよ。で、アイドルを見たい子が前の方にいるわけ。でも、アイドルが終わって王健さんたちのバンドが始まると、これがね、自然とみんなね、礼儀正しくマナーより自然と入れ替わってるわけ。へー。でも後ろ行った子たちも盛り上がってないかってそれはそれで盛り上がってるの。暗黙の了解でちゃんとマナーいいんですね。だからちゃんとそういうふうなことになってんだなっていうのがありましたけど ね。またタケロックフェスまた来年ぐらいやろうかとそうですねなってんですけど、うん、次下手したら武道館あたりやろうかって話が出てて、まあ多分無理ですけどいやでもそういう一体化ってね、うん、なんかね楽しいんですよね。あんまりない感じだったからよかったですね、うん、今回の本当ワールドカップだってあちこちでパブリックビューイングってあんなに高知県も桂浜でとかねみんなねやってますもんね、うん、いろんな場所でやってましたよ。そうですね。パブリックリスニングはそんなに流行ってないんだけどパブリックリスニングの方はねただね終わってないんですよ、はい、終わってないんですか。今も玉結びパブリックリスニングキャンペーン中ということでね、うん、どっかでハイタッチとかが行われてるんじゃないですかやってんのかなやってんのかな玉結び聞いた後に聞いてるみたいな、まあ、熱い戦いでもないからなまあ、うん、どうでしょうね。あとあれやったんですよ。福岡会があったんですよ。あ、福岡会第3回福岡会。今回メンツすごいよ、うん、タモリさんは、はい、花丸さんがね、うん、直前まで一緒だったらしいんですけど、タモリさん福岡会のことを忘れてて、うん、あれです、大学の同級生とかのなんか約束あるっつって欠席になったんですよ、うん、はい、で陽水さんは、うん、群馬でライブだっていう、うん、群馬か栃木でライブだっつって、うん、でじゃあ他その辺来ないのかなっていろいろ話したら、まあ、いつも陣内孝則さんがいて、はい、んで、うん、妻夫木君妻夫木さんも福岡の方、妻夫木君、はい、ほんで途中からフミヤさんすごくね、メンツめちゃくちゃ華やかですね。華やかで女優陣、いろんな若い女優の人とか勝ちの人とか2年生の人とかもうゴロゴロいて、ほんで一番笑っちゃったのは、うん、福岡市の高島市長が来たの、市長も一緒にいるの。あ、そうなんですか。なんか市長がね金曜まで出張だったらしいの東京に、うんうんうん、ほんで誘われて、うん、でじゃあ土曜一応公務は休みだから誘われて、じゃあ顔出します。若い市長なのよ、40歳の。ほんでみんなでいろいろ飲んで、はい、で市長なんだけどやっぱり飲み出すとやっぱり年順になるわけですよ、うん、ほんでフミヤさんが遅れてきたわけ、うん、でフミヤさんが遅れてあフミヤさんってなったらもう俺も悪いんだけどさ、酔っ払ってさ、市長言っても40歳だから俺より下なのだからおい市長フミヤさん来たべ、フミヤさん挨拶はせんか、挨拶は市長なら関係あるか挨拶せんかっておはようございます。でも福岡の人たちは本当にねいやよかった、まとまりますね。面白い。いいなもう。でなんか福岡でまたなんかやろうだ、市長もなんかやりましょうよみたいなこととか。うん、で市長まあ詳しくは長いから話しませんけど、市長が今福岡でいろいろね、こうやって立て直して頑張ったんですよ。すごいねとか、あそうやってやってきたんですかとか。羨ましいですね。いや面白かったですね、皆さんの話が面白かったですね、うんうんうん、やっぱりいろんな先輩たちとか後輩たちもいますけど、うんうん、で福岡で活動してたブルーリバーって若手の子たちが東京に上京してきたから、はい、その挨拶とかね、うん、ブルーリバーが今度東京に来ました、ブルーリバーって言いますね、はい、頑張れない頑張りとかね、ほんでなぜかわかんないけど陣内さんが別に頼まれたわけじゃないんだけどソフトバンクホークスの応援歌を2曲作ってきてたのでそのデモテープを聞くという、それがさ、あれ球団が絶対俺やった方がいいと思うんだけど、うん、うん、1曲ものすごい歌があって、どげんかなるばいっていう曲があるので陣内さんがデモテープ作ってるの自分で勝手に。そう、これがものすごいいい曲なの。ほー、やっと楽しかったですね。福岡はもうなんかちょっと福岡になんかね潜り込みたいな、なんか生まれたことになあ福岡ね。いや、特別ゲストみたいなの結構あるよ、全然関係ない人も来るし。あ、そうですか。たまにね。で最後は祝いめでたで終わるっていう。祝いめでたっていう曲。祝いめでたって向こうの結婚式とかで歌う、まあ、民謡なのかな、なんかあるんですよ、うんうん、でそれを花丸さんを筆頭にじゃあお父さんお願いします、ね、なんかめでたい感じですね。じゃあ祝いめでたばって言いながらいやいいですね。なんかね、そういうの求めてるのかな、つながりをね。大吉さんはなんか仕事で来れなかったんですけど、ああそうですか、花丸さん毎回参加してるさあそれでは今日の1曲目です。くるりとユーミンでシャツを洗えばです。玉結びお送りしたのはくるりとユーミンでシャツを洗えばでした。それでは赤い玉を玉結び、月曜日のメニュー紹介です。1時35分頃からは本家モーニングバードでは扱わないようなニュースを紹介していく本家黙認コーナーアフタヌーンバード。2時からはリスナーさんからの疑問質問指令に月曜玉結びが体を張って答えるコーナー、竹山ガム買ってきてです。はい、竹山さん、今週はバービーのね、調査も見事終わりまして、はい、で皆さんに本当にいろんな感想というかですね、皆さんにいっぱいメールをいただきまして、反響ありました。ありがとうございました。はい、今回から新たな依頼をですね、今日はいくつか紹介していきたいと思います。はい。そして2時45分頃からは料理研究家浜内千波さんとご一緒に日本の伝統的な調味料塩麹を使った美味しくてヘルシーな料理を紹介していく塩麹パパッと簡単クッキングがありまして、そして3時台面白い大人はコラムニスト小田島隆さんの週刊日本の空気、先週あった出来事にあーだこーだ言っていただくコーナーでございます。はい、今日はね、ワールドカップのブラジル大会についてもあーだこーだ痛いということだそうでございます。では今日のメッセージテーマです。玉結びではオープニングで話した内容からいつもなんとなくテーマ決めておりますけれども、竹山さん、メッセージテーマお願いします。今日のメッセージテーマは、一体感を味わいました。うん。昨日ワールドカップでね、そうやって一体感を味わいながら見た方もいらっしゃると思いますし、はい、他にね、僕みたいに県人会みたいなことで、はい、そうなったのもいらっしゃいますし、あとはなんか車の中の車中とかね。ああ。はい。そうですね。なんかそういう、なんかこう一体感を味わったんですよとか、こういう一体感が好きですよとか、祭りなんていうのももちろんありますしね、だからその映画館とかね、ミュンネディは行ってましたし、そうですね、他にもね、映画館の中で他のスタッフからは風俗の待合室っていうね、男にしか分かんないね、そういう一体感がちょっとあったりするんですよ、他人とね。何か同じことを成し遂げるっていうのはやっぱり一つあるかもしれませんね。次ですかみたいなね、そういうもん、早朝とか並んでる時のね、みんなちょっとこう恥ずかしいやましい気持ちの一体感、嬉しそうにしてるんですかおじさんあるあるですけどね。そうですか、まあいいですけどということで今日のメッセージテーマ、一体感を味わいましたでお待ちしております。メールアドレスはたま 954@tbs.co.jp です。たまはアルファベットで TAMA でございます。ファックスは 03-5562-0954 03-5562-0954 で、メッセージにはおところ、お名前、お電話番号を忘れなく。玉結びではメッセージを紹介させていただいたすべての方にスマホにも貼れるサイズになりました番組オリジナルステッカープレゼントしております。さらに今月いっぱい玉結びパブリックリスニングキャンペーン中ということで、居酒屋のポスターっぽい短冊型オリジナルポスターをメッセージで参加してくださった方の中から11名様にプレゼントしております。こちらもですね、ぜひポスター貼って玉結び楽しんでいただけたらと思っております。これ俺の言葉じゃないですけど、これ書いてあるから言いますけど、赤江のとぼけた発言が出たらハイタッチって書いてあるだから赤江のとぼけた発言が出たら、パブリックリスニングだからみんなでハイタッチしながら聞いていただきたいというね、その瞬間にね、お店とかでね。わかりましたそれでは TBS ラジオ赤江玉を玉結び3時半までお付き合いください。玉結び